Perfume の音玉。au by KDDI がお送りします。音玉パーソナルクエスチョン。まずは歌集か。自分にキャッチコピーをつけるとしたら、キャッチコピー、あ、キューティクル女です。なぜキューティクル女？なんか髪の毛のキューティクルがすごいすごい言われて、うん、のっちに命名されました。命名しました。妖怪キューティクル女。妖怪キューティクル女だったんだけど。ハッキー。ではのっちとあーちゃんにもつけてあげてください。おにぎり。これでしょ。そこそこそこ。あーちゃんはじゃんけんが強い。キャッチコピー、じゃんけんが強い。オンタマ FM エアチェッククリックランキング。 FM ラジオで今最も注目されている曲とは。のっち、はい、過去に戻れるとしたらいつの時代？江戸時代です。男の人が着てる浴衣が私大好きで、うん、それをあのリアルに着てる人たちを見たいなと思って。いやいや江戸時代なんかね、そんなこと言っとれんよ。戦じゃ言うてこう刀が入ったんだけどね。そうよ。そんなあちゃんはいつの時代に戻りたい？もうね、戻りたくないですね。未来に行きたい。あ、未来に行きたいです。その理由は？後ろを振り返りたくないから。Perfume の音玉。 au by KDDI がお送りします。イメージ音玉。 Perfume のニューアルバムトライアングルにちなんで、トライアングルで始まる歌詞の歌。はい。トラ、ぐる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 とか。嬉しくなっちゃうな。ぐる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 です。ぐる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 ぐ。一回聴いただけだとスラッと聴ける優しいアルバムかなと思うんですけど、実は攻撃的でいろんな仕掛けがあって優しくないアルバムです。Perfume の音玉。 au by KDDI がお送りします。音玉オピニオン。どうすれば日本中が幸せになるかというテーマで制限時間いっぱいまで自己主張をしていただきます。はい。ではご自由にどうぞ。コンビニの店員さんに言いたい。お札を返すとき、お釣りを渡すときにこうやって見せてくれるじゃん、うん、そのままこう開いたまま返してくれる人がいるじゃん。そうね。それだと、まあ、まあ私の方もこう納めてからまた財布に入れなきゃいけない、その時間がかかるから、それを見せてくれたら一回トントンって、そのトントンってするだけでいいから、もうそれをお願いしたい。すごく何、身近なところじゃないですか。だからその身近なところから態度を変えるだけで、みんながちょっと朝からね、夜帰る時でもいいけどハッピーになれるの、なれるのと。惜しいね。最後の最後でなれるんじゃないかなって、うん、そうだね。オンタマ CD シングルセールスランキング、先週1週間で最も売れた曲とは。赤から青に変わるシグナル、戻ること。でもまあコンビニだけとは限らず、うん、私たちもそういう風に接せらんとね。5秒前。でもカメラこんなにバーッとさ、全部にサービスしとかんと。ねえ、こっちくれたわけでしょ。ありがとう。Perfume
のオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマウィスパーテーマを受けた一言、まずはノッチ、はい、右足をタンスの角にぶつけてしまった時の一言。角、もうあざだらけだよ。あーちゃん、はい、ライブ前に大好きなスイカの差し入れをもらった時の一言。え、スイカ。あ、シンプル。差し床、はい、自宅で飼っているモモンガがある日突然懐いた時の一言。突然懐く。と思ったら次の日にはまたそっけなくされた時の一言。ツンデレ。あー潰した。愛情表現。オンタマスピンオフ押し玉の公開ライブはジェイドをゲストに迎え、12日日曜日原宿のケースランにて開催。ジェイドの美声に酔いしれよう。最後に全員で2009年後半の目標を一言。せーの、せーの、岩本宗一さんと戦います。パキュームのオンタマ au by KDDI がお送りします。オンタマタイムマシーン、クイズの答えからその問題を当てるというクイズです。まずは第一問、答えはあーちゃん。さて問題は、緊張するとメイクをしすぎてマスカラが大好きでまつげがひじきになっちゃう人。70点。続いての問題、答えはかしゆか。さて問題は、かしゆか一番露出がある人。変態竹っていうのがあって、カシウカ最近の衣装全部変態だけど。そうだね、もうカシウカもちょっとまだ上にもう少し上にっていう。10点。あれ10点か。10点。すっごい内情だけどな。オンタマスピンオフ押し玉の公開ライブはジェイドをゲストに迎え、12日日曜日原宿のケースランにて開催。ジェイドの美声に酔いしれよう。最後の問題、答えはノッチ。さて問題は、あのこうやってやってるネイルをやめて自分でやってるんですけど、毎日いろいろ変えすぎて爪が何枚爪もなっていてすっごいダメージ与えちゃってる人は誰でしょう。ナチ。95点。おお、手はまっすぐに前へ伸ばし指先を見ます。au のポーズ。もしかして au スマートスポーツフィットネス気になってたのよ。私のトレーナー、ヨガの他にもピラティスとか筋トレとか100種類もプログラムがあるの。消費カロリーや体年齢が分かって記録もできるのよ。よし、私も夏までにダイエットして。うんうん、ビキニはやめとくわ。その方がいいと思う。フィットネスで検索ね。 au by KDDI がお送りしました。